ご覧の皆様、こんにちは、滝木理恵です。今日はですね、乃木坂にあるメルセデスビーチにやってきました。バイク便が通っていきましたが、あんな音するバイク便いるんですね。びっくりしました。はい、メルセデスビーはですね、ここで車を販売してるわけではなくて、市場とか、あとはカフェとかね、そういうのが楽しめるお店になっております。大阪はね、結構行くんですけれども、東京は私は、メルセデス見に来るのが初めてで、今日は、ミセスグローバルアースっていうコンテストがあるんですよね。で、お友達や生徒さんが出られるので、旦那さんと一緒に応援に東京に行きました。ということで、その大会が始まるまでの時間をですね、こちらでちょっと遊ばせていただいております。マイクはつけてるんですが、マスクもつけてるので、どこまで声が拾えてるかがちょっとよくわかりませんが、はい、今から中に入ってみたいと思います。かっこいい。そしてメルセデスに入りたいと思います。トライアルクルーズに参りました。お客さんがね、映らないように撮ると結構ね難しいんですよね。白目になったメルセデスミー、乃木坂店の店内になります。また大阪と全然違った雰囲気ですね。めっちゃかっこいい S580 だって。キャー、さすが S の迫力って感じですね。AMG シリーズかっこいいんだよね。うちの車、メルセデスのカブリオレなんですけど、なんかね、試乗もカブリオレしたいって言ってたので、めっちゃモハモハの風貌を用意してたんですが、今聞くと乗らんよって言われたので、通常の、カバーに変えたいと思います。はい、ということで風貌を変えましたもうね、これね、引っ越し前から買ってたんですけど、引っ越しでね、どっか消えてたマイクなんですよ。で、ようやく見つけたって言って、まあ正式には今回からマイクで、お伝えしたいと思います。準備ができたそうなので行ってきます。GLA? A クラスなの？なんでと言われても、そうね。逆に大きい車頼むかと思ってた。意外な選択。意外な選択の理由は AMG に乗りたかったからということです。彼ね、サーキットとかにもね、走りに行ったんですよ。納得。ちっちゃいように感じる。そんなもんなんじゃない？あれじゃない？ほら、メーターとかが感じが違うからさ。ああ、そう。うん。ナビはどっちが使いやすいんだろうね。
そういうことするから AMG は嫌なんですよ。ほらほら。いやいや、だって自由にしてください。ちょっと。パソコンのマウス、いや、やりにくいよね。だから、うん、このモデルですね。できなかったと僕はね。ヘイメルセデス言って。ヘイメルセデス。どうぞお話しください。話した。大阪に行きたい。お。そうか。相当考えてる。このような結果になりました。目的地はどこですか？っていうか、なんで平方とか大阪市ないじゃん。大阪市下にこうスクロールとかできるんじゃない？あ、はい、あ、どっか変わっちゃった。スクロールできるの？なぜこの順番できた？いや、全然ない。大阪市ない。朝日大きすぎたんじゃない？大阪に行きたいだからさ、大阪市って言ったらいいんじゃない？もう一回キャンセル、キャンセル。どうされますか？大阪市に行きたい。どうされますかになった。このような結果になりました。目的地はどこですか？なるほどね。空なのね。3番。ルートを計算。新名神高速を通るルートです。同じですね。っていうか、うちのよりちょっとちっちゃい。ああ、かもしれない。幅はでもそんなに変わらんはずやけど。なんか三つに分かれてるよね。通常っていうか、うちが4つ。四つか。ここも出る。あ、そうだよね。高さも変えれるし、あのやっぱ A との違い。そこに A と S のね、A と C の違い。でシートの座る部分の前後、で足元を上げたり、お尻を落としたり、で背もたれの角度、かな。シートヒーターもなんかちょっとついたあれ、なんかマークがちょっと違う。シートヒーターマーク。このラインとかが、これは色変われるはずなんですよ。AMG 好きやね。 AMG、はい、絶対 G とかの方が楽しいと思う。我が家はあの車の趣味がお互いちょっと違ってまして、彼はスピードを求める方なんですよね。私はなんか快適さとか広さとか、なんかこうオフロードで遊べるとか、荷物いっぱい入る、そっちの方が優先順位が高いんですよね。なのでなんか今日のこの市場はどうやら5年後買い替えに備えての AMG のプレゼンのために連れ出されたようですどうやら走行中にめっちゃプレゼンされたあ、ほんまや。あ、さっきの色が好き。どの色だったっけ？青。青だった。面白いのじゃん。だったかな？なんか64色ほどかな。すごいね。結構バカンコ。
ごっつい車乗るのかと思ってたら意外にちっちゃかった。これタッチ AMG ですよ。いいんですか。そうです AMG5 あら、そうなのですか、はい、かっこいいAMG ですけど、でもなんかこうお互いの意見がいいやつだったらいいな。これはこれは EQC で、電気、そうです、完全電気自動車、電気か。これかっこいいかっこいいって言ってたら AMG なんだって。あらあらら、ちょっと乗りたいじゃないですか。AMG って書いてあった。さすがにうっかりしてる。よいしょ、さすがにうっかり。とか動くわけじゃないから私後ろじゃなくてもいいんだ。7人のですよ。あー、7人ね。ここに、なるほど、つけれるのか。お、音楽は大変です。 YouTube 引っかかります。ありがとうございます。シートヒーターだけじゃなくて、あのシート冷やすやつもついてる。音が違う。あ、またボンボンさしてる。もうだから AMG はウォンウォンは嫌いです。でもアクセル踏んだ時に、うん、車は左右に揺れるんですよ。ああそうね、ちょっと揺れてたね今ね。うん、ね、うん、それだけパワーがあるってこと。何何ここで、ああコンフォートとか、うん、はい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 。あ、それ楽だね。まあまあまあこれで買えるんだ。やっぱ好きですか。ヘイ、ベルセデス。どうぞお話しください。大阪市市役所に行きたい。なるほど、なるほど。雲に立つ木がここになった。おー、すごいね。あ、来た来た。お庭のお手入れのサービス。2番。目的地はどこですか。マスクで反応しないんじゃない。2番。始めましょう。始めましょう。だからあれか、間髪入れずに言うんじゃなくて、やっぱちょっと言った、向こうが返事した、うん、でこっちがまた言うって感じなんだね、うん、ちょっと待たんといけますね。それで、あのそのタイミングがわからんかったら使えんじゃんになるか、うん、あ、なんかね、さっき使えんじゃんって言ってる人も多いけど、なんかそのちゃんと間、あの喋ってる間を待たないといけないとかっていう話でした。そしてこんなところにバックモニター。へえ、 G クラスかっこいい、ね、知り合いの方で持たれてるんですよ。やっぱりかっこいいな G。オフロードガンガン走れる車好き。色違い、なんかいかつさがちょっとマイルドになってかわいい。あ、ここはシートベルト赤じゃない。反射して見えないよ。これシートベルト赤じゃない。あれになって違うじゃない、うん、かオプションで変えたのかな、うん、あ、これくるくる回すやつやん、昔のタイプ。いや、一つ前、昔じゃない。あ、そう。いろいろ見せてもらってご満悦でした。ご興味のある方は
東京大阪のメルセデスミーに行ってみてください。来週も続きます。またねー。